前回、先日7月23、24の2日間、ドラゴンクエスト10夏祭り2022が放送されたということでね。2日間にわたって長時間の配信だったため、なかなか全部見るのは大変かと思いますけれども、2日目の最後のディレクター呼ばなしというところは、バージョン 6.3 から 6.4 にかけての今後の展望についていろいろお話になられていたので、私もね、その辺は後ほどお話ししていくつもりですけれども、まだ見てない方はご覧になられたらいいんじゃないかなと思います。であとは、そのディレクター呼ばなしの前のアストルティア州異端というのがあったんですが、バージョン 6.0 とか 6.1 のストーリーを補完するような、内容の朗読劇で、非常に素晴らしいものでした。こちらはぜひね、皆さんご自身の目で、確かめられるのがいいんじゃないかなと思います。でその他、1日目の大半の時間を占めていた超同窓会というね、歴代のプロデューサーさんやディレクターさんが集まって、10年間の出来事についてね、いろいろお話ししていくものですとか、2日目の、開発ボス全員集合というね、各セクションのチーフの方が集まって、いろいろお話しされるという、貴重なお話が、たくさん聞けましたね。この辺も興味のある方は、ご覧になられるといいかもしれません。で今回から、夏祭りの内容でね、私が気になったことについての、感想といいますか、私なりの考えをお話ししていこうかなと思っています。でまずは、一番最初の10周年アニバーサリーグリーティングというところなんですけれども、ここで主に10周年の記念グッズとか、各種コラボの発表とか、あとゲーム内イベントの案内とかがあって、グッズでしたら、いくつかね、仕草とかスタンプがついた書籍が、本がね、発売されますよとか、あとバージョン1から6まで入ったオールインワンパッケージが発売されますよとか、そんな感じかな。あとゲーム内イベントだと、7月27日からとなってますので、この動画が上がっている頃にはすでに配布が始まっていると思うんですが、ドラゴンクエストモンスターズスーパーライトのスタンプかなが、冒険者の広場ですかね。で、配布されるということのようですね。で、あとは、星のドラゴンクエストのコラボイベントの復刻が8月だったかなに予定されていたり、あと、ドラゴンクエストウォークですね、ドラクエウォークの新作コラボイベントが実施されるということで、ドラクエ10の10周年を記念して、いろんなゲームとのコラボイベントがあるということだそうですね。あとすでにね、引いた方も多いと思いますが、10周年福引の開始が発表されたりとか、今後もね、各種、フィーバーイベントというのがあると。で今だと、メタルフィーバーと防衛軍フィーバーっていうのをやってて、特にね、防衛軍フィーバーっていうのは、かなり武器がドロップしやすくなっているので、今、防衛軍非常にね、盛況で賑わってますね。大体そんな感じの内容だったんですけども、今回ちょっとお話ししたいなと思ったのが、各情報の発表をする前にですね、プロデューサーの青山さんが、書道に挑戦するということで、感謝ということ、文字をですね、感謝という言葉を文字にされて、で、それをひっくり返すと躍進と読めるみたいなね、そういう、文字をね、書かれていたんですが、ちょっと、口で説明すると分かりにくいので、良ければ当日のアーカイブね、ご覧に、なっていただければと思います。で、そんな仕掛けのある文字を書かれて、今後の抱負なんかを語られていたわけですけれども、その中で、バージョン6の物語はこれからもっと盛り上がっていきますよと。
で、まあ、私たちはすでに、さらに次のお話を作り始めてます。まあ、こういうことを話されてたんですね。まあ、いろいろ大人の事情で、まだ発表できないようなんですが、すでに、バージョン7ですね、バージョン7の制作というか、まあ今はまだ企画段階という感じだと思うんですが、まあ企画に取り掛かっている状態のようですね。で、まあちょっとはっきりと、今の段階ではバージョン7を作っていますとは、まだ言えない。発表できないと。まあそういう状態みたいですね。で、そして、躍進という言葉を、書にされていたわけですが、まあ、躍進していくためには、新規の新しい冒険者を増やしていく必要があるというお話をされていまして、まあ、私もね、これについては、常々気にかけているところなんですが、まあ、この動画でも何度かお話ししたような気がしますけれども、私は、内向きのコミュニティというのは、いずれ自壊していくと、思っていまして、まあ、内側しか見なくなったコミュニティというかね、外側に目を向けなくなったコミュニティっていうのは、おのずとどんどん衰退していくものだと、こう考えているんですよね。まあ、どんなコミュニティでも、まあ、例えば、ドラクエ10というコミュニティですね。私はすごく楽しんでいて、これからも続けていきたいと思っているわけですが、まあ、時間とともに必ず人は減っていくもんなんですね。それがどんだけ素晴らしいコミュニティであったとしても、ね。で、まあ、いろんな理由で、できなくなってしまう方が出てきてしまうと。で、もちろん、飽きて、単純に飽きてやめてしまうという人もいらっしゃると思いますし、まあ、本当は続けたいんだけども、やむを得ない需要で続けられなくなると、みたいなことっていうのは、まあ、いつでもね、起こりうるので、コミュニティは、まあ、何もしなければ基本的には人が減っていくものだと思っています。ですので、まあ、ドラクエ10も新しい冒険者を増やしていく必要があるということですね。で、ドラクエ10のように、10年間続いているゲームの場合、まあ、長く続けていけば続けていくほど、まあ、熟練の冒険者と新規の冒険者の差が、まあ、どんどん開いていってしまうと。まあ、そういう問題が発生しますよね。で、まあ、青山さんとしては、今、夏祭りを見ている人は、熟練の冒険者さんが多いと思いますが、新しい冒険者の方にも、まあ、温かく、迎えてもらいたいと、まあ、そういうことをおっしゃっていたわけですね。これについてね、皆さん、これを聞いて、まあ、どう思われますでしょうかね。まあ、いろんな受け止め方があると思うんですけれども、私は先ほどね、お話しした通り、新しい人が常に入り続けていないと、いずれそのコミュニティは維持できなくなると考えていますので、新しくドラクエ10を始めた方には、ぜひね、楽しんでもらいたいと思ってますし、まあ、ドラクエ10の楽しさがわかるところまでね、続けてもらいたいな、というふうには思っているんですね。で、まあ、そう思って、まあ、ブログをやったりとか、まあ、配信をやったりとか、まあ、マイタウンを、まあ、開放して、皆さん使ってくださいよって、やったりとか、まあ、そういうことをやっているわけですけれども、まあ、どうしても、この、個人単位でね、個人でできることって、限られてくるんですよね。ですので、まあ、もうちょっとね、この、ゲーム自体が、新規プレイヤーにとってやりやすいとか、まあそういうゲームであってほしいなと、まあ、そう思うところもありますし、ね、まあ、もっと新規に優しいゲームにしろと、ね、そう考えていらっしゃる方、結構多いんじゃないかなというふうに思います。
で、あやよさんも、今後も今回のアクセサリー合成の緩和とか、新規プレイヤー、新しい冒険者の方がやりやすいような改修っていうのは進めていくということだったんですけれども、まあ、ここであえて青山さんが、熟練の冒険者さんは、新規の、冒険者さんを優しく、温かくね、迎えてください、ということを口にしたのは、運営さんが新規プレイヤーが、やりやすくするように回収することよりも、熟練者プレイヤー側の受け入れというかね、まあ、そういう、姿勢の方がより重要であると、ね、青山さん自身がそう考えているっていうことなのかなと、いうふうに感じましたね。ね。まあ、こうなるとね、まあ、運営側はね、開発側をもっと頑張って、新規開拓しろと、まあ言いたくなる方もいらっしゃるかもしれませんが、まあその辺やっぱりね、どうしても限界があると思いますので、まあ例えば、これから、新規プレイヤーさんが進めやすいような仕組みに、ドラクエ10全体を大改革しますと。で、これからどんどん新しい人でも、取り組みやすく、プレイしやすくなりますよ、というふうにしていきます。で、それには例えば1年くらい時間がかかります。その間他のアップデートはできません。で、今後新規プレイヤーのために熟練プレイヤーは1年間何もアップデートがないけど我慢してくださいと、みたいなね、というようなことになっても、まあ、良くないわけですよね。で、既存のアップデートと並行しながら、まあ、可能な範囲で、まあ、新規の人がやりやすいような改修を進めるとなると、でまあ、やはり、おのずとね、改修できる部分も限界がありますので、まあ、既存のプレイヤー側による、まあ、新規プレイヤーの受け入れの姿勢っていうのが、まあ、重要な意味を持つのかな、というような感じがします。で、まあ、運営さんですね、運営開発さんに期待したいのは、まあ、少なくとも新しく始めようかなと悩んでる人に面白いゲームだよと、ね、ぜひ一緒にやろうと、まあ、こう進めやすい、おすすめしやすい、まあ、そういう状態、そういうゲームにしておいてほしいなというふうには、まあ、個人的には思っています。で、幸い現状のドラクエ10は新しく始める方にもね、ぜひプレイしてもらいたい、まあ、そういう面白いゲームだと私自身はそう考えています。今後、まあ、ドラクエ10の、ね、オフライン版も出てきますし、オールインワンパッケージもね、出ますので、まあ、そのタイミングでまたね、新しい方が増えればいいなというふうに思ってますね。ですので、運営開発さん、ね、スタッフの皆さんに、これからもっと多くの人が入ってきやすい、面白いゲームにしてもらうということを期待しつつ、私たちプレイヤー一人一人もね、新しく入ってこられるプレイヤーさんを、まあ、しっかり迎え入れるというかね、まあ、そういう姿勢が重要なんじゃないかな、と思っています。まあね、そんなこと言うと、ね、でお前がもっと頑張れとね、もっと初心者向けの記事を書けよと、まあ、こう言われてしまいそうですが、まあ先ほども申し上げた通りね、どうしても個人でできることって、まあ、限られてきますのでね、まあ一人のプレイヤーが、うん、まあ私もいろんなね初心者の方とまあ出会う機会がたくさんあった。方だと思うんですけれども、まあ、なかなかその新しいプレイヤーさんを、新しい冒険者さんを、まあ、迎え入れるって、まあ、実際にこの一度にそんなたくさんの方をね、受け入れるというか迎えるというかね、うん、なかなか難しいんですよね。まあ、実際に一度に、まあ、頑張って3人と、まあ、実際1人、とかが限界じゃないかなと、一人のプレイヤーが新しい新規のプレイヤーを迎え入れるって何を指すのかにもよりますけれども、まあ、そういうのって一度に一人とかが限界じゃないかなと今までの、まあ、私の経験上はね思ってまして、まあ、なかなか難しい
でも、まあ、例えば、今いるプレイヤーさん全員が、一人ずつ、新規プレイヤーを迎え入れる体制をとって、まあ、優しく声をかける姿勢をとっていくことが、まあ、例えばね、できるとすれば、もうそれだけで、ドラクエ10を楽しむプレイヤーが、今の2倍になる、ということだと思うんです。で、まあ、ね、運営開発のスタッフの皆さんも、より良いゲームにしようと、ね、新規のプレイヤーさんが、遊びやすいゲームにしようと、頑張っておられますでしょうし、まあ、私もね、個人で、まあ、私個人でできる範囲のことはね、やっていきたいと思っているんですが、まあ、やはり、アストルティア全体でそういう雰囲気を作っていくのというのが、まあ、一番重要で、まあ、それが、まあ、より楽しい、より素晴らしいアストルティアを、形成していくことに、繋がっていくんじゃないかなというふうに思っていますというところで、なんだかよくわからない話になりましたが、今回はこの辺でどうもありがとうございました。